はい、ナオズです。今回は今月、それから先月末に発売されている新作トミカ見ていきます。まずはスズキジムニージャフロードサービスカーです。これパッケージの新作シールが変わりましたね。50周年のシールでしたけど、金色のこの T 君が乗ってるやつになってます。では開けていきましょう。ジャフはトミカのね、全部ジャフシリーズやりましたけど、あれ楽しかったんで、これまた追加して他にもありますんで、またやりたいなと思います。では出していきましょう。はい、あ、ホイール黒いいですね。かっこいいです。ちょっと色は濃いめかなというところでしょうか。いやー、いいですね。この程よい大きさがいいですよね。フロントグリル周りの黒なんですけど、これ別パーツの取り付けですね。成型色になってます。エンブレム、それからライトがシルバーになってて、下のバンパーの白なんですけど、これは、シャーシから連続してます。ここも成型色ですね。でボンネットとフェンダーの上の部分にロゴが入ってて、さっきも言いましたけど、この青の部分がちょっと濃いめかなと思いました。それからサイドです。かっこいいですね。ホイール黒っていうのがなかなかいいんじゃないかなと思います。ピラーのところは前の部分だけが青になってて、それ以外のところは白になってますね。ドアのところに JAF のロゴ、そして後ろには日本自動車連盟とプリントが入ってます。ちょっと見にくいかもですけど、インテリアは黒一色になってます。インパネ周りの凹凸とか、しっかりついてますんで、これなかなかいいですよね。でリア周りテールランプはプリント、上にも JAF のロゴがちょっとだけ入ってます。後部ドアこれ青になってるんですね。このカラーリングなかなかいいなと思いました。予備のタイヤがついてますけど、これ外すことはできません。それとサスペンションがついてます。イスゼールが隅っこ暮らし輪行バスです。これいいですよね。実際にこの隅っこ暮らしのね、ラッピングバスが走ってたということで、川崎鶴見輪行バスさんですかね。なかなかいいですよね。近くの方は羨ましいなと思います。では開けていきましょう。わー、可愛らしいですね。はい、いやー、いいですね。このトミカシールがついてましたで、このシールが小さいんですよね。さらに貼る場所もものすごく狭いので、できればピンセットを使った方がいいんじゃないかなと思います。おすすめです。ちなみにエルガの車両そのものに関しては、以前からあるレギュラー20番の、トエバスと一緒ですね。これの色違いというような感じになります。トエバスの場合は、ルーフが成型色でしたけど、こっちは塗装になってるとかの違いはあるんですけど、基本的には色違いと言っていいんじゃないかなと思います。シャーシに関しても基本は同じものになってますよね。それの2021年版というような感じかなと思います。ということで、この隅っこ暮らしのラッピングを楽しむための車両と思ってもらっていいんじゃないかなと思いますね。いろんなキャラクターついてますけど、これすべてシールになってます。あ、後ろの方結構細かいですね。山とか雑草、あとニセツムリにホコリですかね。結構ね、細かいキャラクター乗ってるなと思います。可愛いですね。でこっち側にはずらっと並んでますね。個人的にはこのトンカツがね好きなんですけど、家には大きなこのトカゲのぬいぐるみがあります。それからギミック特にありません。サスペンションもついてません。続いてイスゼールが輪行バスの初回特別仕様ですね。通常はこのタイプなんでしょうね。開けていきましょう。はい、あ、これもシールがついてますね。まあ、数はそんなに多くないかなと思います。はい、こんな感じですね。では見ていきましょう。シールなんですけど、さっきの隅っこに比べると大きいですし、あと数も少ないので、まあ、そんなに難しくはないかなと思います。フロント周り赤い部分はプリントになってて、上の青いところはプリント、下の部分は、バンパー周りですね、ここは塗装になってます。続いてサイドです。同じ赤と青のラインがずらーっと後ろまで、つながってますね。後ろの方には輪行バースと入ってます。で、ルーフなんですが、これは成型色になってますね。で、ここは白なんですけど、こっちはグレーがかったような感じの色になってます。サイドにはノンステップバースと入ってますね。ちなみに反対側はこんな感じになってますね。で、リア周りですけど、テールランプはプリントです。これも同じでサスペンションついてません。続いてトミカプレミアム行きましょう。ブガッティベイロン 16.4 でいいのかな、間違えてたらごめんなさい。先月も白良かったんで、これも楽しみですね。出していきましょう。はい、おー、エンジン周りこれはなかなか、あー、いいですね。ホイールもかっこいい。あー、綺麗ですね。
はい、では見ていきましょう。いや、さすがトミカプレミアムですね。ライトクリアパーツになってて、このあたりむちゃくちゃ細かくできてます。グリルの凹凸もいい感じですし、ブガッティのエンブレムもしっかり入ってますよね。で、ボンネットのこの凹凸もいい感じじゃないかなと思います。続いてサイドです。造形が綺麗ですよね。特にこの辺り、あの黒のソリッドになってますんで、滑らかさがより強調されてていいんじゃないかなと思います。で、前の方はこれは小豆色というのかエンジ色というのか、これもね、あのメタリックになっ てなかなか綺麗じゃないかなと思いました。ホイールのシルバーいいですね。もちろん専用のものだと思います。これかっこいいですよね。で、インテリア、ちょっとね、窓が狭くて見にくいと思うんですけど、凹凸はしっかりあります。カラーリングとしては、濃いベージュとか、そんな感じかなと思います。それからエンジン周り、ルーフパーツみたいなのはついてないんですね。これ実車もこうなんですかね。むき出しみたいな感じになってますけど、おそらくこれがカバーなんでしょうね。これね、凹凸があって、すごくメカメカしくてかっこいいんじゃないかなと思います。この両サイドのシルバーのやつも綺麗でかっこいいですね。そしてリア周り、ここに分割線がこうやってね、入ってますけど、これより下はシャーシから連続してますんで、成型色になってます。で、上のところですけど、テールランプとかエンブレム、この辺は、プリントになってますね。で、ギミックとしてサスペンションがついてます。同じくブガッティベイロンのトミカプレミアム発売記念仕様ですね。こっちは青ということで、まあおそらく色違いだと思います。そうですね、エンジ色の部分が青になってるということで、これも綺麗ですね。はい、では見ていきましょう。通常版の色違いになりますね。さっきのエンジン色の部分、この部分が青になっているというような感じになってます。この青なんですけど、さっきのメタリックよりもよりパールっぽい感じになってますね。すごく落ち着いた感じになってます。それからインテリアなんですが、通常版は、クリーム色というかベージュ色というか、そんな感じの色味でしたけど、これは茶色になってますね。これかっこいいですね。それとこれもサスペンションがついてます。ちなみにシャーシはこんな感じになってますね。同じくトミカプレミアムのマクラーレン F1 ですね。開けていきましょう。はい、おー、ギラ、おわー、これホイールかっこいいですね。これはかなりギラッギラな感じになってます。あー、ライトのクリアパーツもいいですね。では見ていきましょう。エアインテークのところ、これマットの黒なんですよね。なかなか細かくできてるなと思いました。あとマクラーレンのエンブレムがついてて、あのライトはクリアパーツなんですけど、奥に、丸い部分があります。このあたりもすごく特徴的ですよね。で、ボディのカラーリングなんですけど、これは綺麗ですよね。表面のツヤもありますし、このオレンジメタリックのギラギラ感もしっかりと出てて、これはね、なかなか綺麗じゃないかなと思います。光に当てた時の反射の仕方がものすごくいいですね。続いてサイドです。このあたりの造形なかなか細かいですよね。凹凸いい感じじゃないかなと思います。で、ホイールがかっこいいなと思いました。これはいいですよね。で、両サイドの窓なんですけど、黒のモールがついてます。この辺も細かくできてますよね。それからインテリアはちょっと濃いめのグレーになってますね。ちょっとね、これも見えにくいんですけど、シートの凹凸もしっかりあるような感じに見えます。インパネ周りはかなり見にくいですね。で、おそらくこの下にエンジンがあると思うんですけど、ちょっとわからないですね。両サイドちょっとメカメカしい感じはするかなと思いました。窓のところ黒い縁があるのもいい感じですし、後ろのこの辺ですよね。溝のところ黒くなっててマットになってます。かなり細かいなと思いました。そしてリア周り、テールランプはちょっと濃いめですけど、これクリアパーツになってます。で、下の方、おそらくこれマフラーだと思うんですけど、これシャーシから連続してますんで、成型色になってますね。それから、サスペンションがついてます。続いてこれ行きましょう。エヴァ RT 初号機 GR スープラです。これいいですよね。エヴァンゲリオンレーシングとのコラボトミカということで、パッケージにもしっかりエヴァ風な感じが出てますね。これはなかなかいいんじゃないかなと思います。開けていきましょう。はい。おー、あ、メタリック感しっかり出てます。あ、かっこいいですね。
やっぱり初号機を、ベースにしてるという感じだと思います。いやー、初号機からこれはかっこいいですね。はい、では見ていきましょう。フロント周りなかなか細かくできてるんじゃないかなと思います。この縁のあたりとか、ライト周りのプリントすごく細かいですね。で、ボンネットですけど、ここのプリントすごいですよね。もうびっしりプリント入ってます。ロゴもありますし、このあたりとかガンメタ調になってますよね。ネルフのロゴなんかも入ってます。で、そもそもボディが紫のパールになってて、これ自体が綺麗なんですよね。光に当てた時の反射の仕方もキラッキラと反射してくれます。これはいいですね。続いてサイドです。ドア周りのプリントもしっかり入ってて細かくできてると思うんですけど、このホイールですね、一見すると黒に見えるんですけど、しっかり紫が入ってます。このあたり細かいなと思いました。それからルーフにもしっかりプリント入ってますし、インテリアは黒一色になってますね。そしてリア周り、テールランプは塗装なんですけど、その周りのプリントがこれ細かいですよね。下の方黒い部分なんですが、これあのシャーシから連続してますんで成型色なんですけど、そこにもこの黄色いねラインが入ってますんで、まあやっぱりかなり特別感のある車になってるなと思いました。リアの方はかなりあのボディの紫がはっきりと出てるような感じになってますね。これ綺麗です。それとギミックとしてサスペンションがついてます。最後はイオンオリジナルジープラングラーオランダ警察署ですね。これは先月の25日の発売だったと思います。はい、おーいいですね。白のラングラー、これはかっこいいですよね。で、そこにこの青のねクリアパーツ、なかなか映えてますね。はい、見ていきましょう。これはかっこいい。フロント周りグリルのところなんですけど、マットになってます。それからフェンダーの部分なんですけど、ここもマット加工になってますね。このあたりがすごく渋くてかっこいいんじゃないかなと思いました。バンパーのところはこれ、シャーシから連続してますんで、成型色になってます。ボディはソリッドの白ですね。これなかなか綺麗だなと思いました。今時の白という感じで明るめな感じになってます。で、ここに入ってるのが、オランダ警察の、パターンという感じでしょうか。もちろんプリントになってますね。この辺のロゴもそれっぽいなと思います。で、ルーフのところなんですけど、青のね、蛍光灯がついてます。これがいいですよね。白いボディにすごく映えてかっこいいなと思います。で、インテリアは左ハンドルの黒一色になってます。で、この車ですけど、この部分をカパッと開けられるようになってるんですね。これもね、それっぽくていいですよね。この状態でもかっこいいんじゃないかなと思います。このフレーム感がいいですね。で、こうすると中のインテリアしっかり確認することができるようになってます。で、このカバーの方なんですけど、プラスチックですね。ここもプリントになってて、中から見るとこんな感じです。そしてリア周り、テールランプはプリントになってて、予備のタイヤのこのロゴもプリントになってます。それとサスペンションはついてません。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、個性的な車が多かったですね。すごくいい車揃ってたんじゃないかなと思いました。以上、新作トミカ8台を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。